綾菜こと柴田綾乃です。今日はですね、お家でセルフカラーをしたいと思います。まあね、今ね、すごい、なんか美容院行くとか、コロナ以前に私妊婦なので、美容院でずっと同じ体勢をとってこういう風にやってるとかが、結構きついんですよ。だからさ、家でさ、こうやってあぐらかきながらさ、こうやって何色しようかなっつって、で、こういう風に塗ろうとかさ、この体勢で塗ろうとかをさ、自分でできたらさ、すごい楽じゃん？で、今日私がご紹介して使っていく商品がですね、カラリスっていう染め粉なんですけど、これがなんかこう、お家で無料カウンセリングをして、で、その後に商品が実際に届いて、そっから染めるっていう流れになるみたいです。なので、まずは、自分がどういう色にしたいのかっていうのを、このスマホからカウンセリングをできるみたいなので、実際にやってみたいと思います。でもお家でカラーね、マジでね、上手くなった方がいいよ、このご時世。お家でも自分で染められるような時代がもう当たり前に来そうじゃん。なんかね、結構ね、普通にやってる人がいたから、でも本当にすごい人気なものなんだと思うんだよね。で、クオリティは美容室クオリティなんだけど、値段はさ、だいたい1回美容院とか行くとさ、1万円ぐらいかかるじゃん。それが、4,000〜5,000円でこれだとできるっていうことで、薬屋さんとかで売ってる染め粉ってなると500円〜600円でできるけど、それだとちょっとさ、痛みとかがすごく気になると思うんですよ。これは本当に美容室クオリティだからサラサラになるし、値段的にもさ、やっぱ4,000〜5,000円ってちゃんとしてると思うんですよね。だからすごい期待が高まっています、私の中で。めっちゃ楽しみ。というわけで早速カウンセリングを始めていきましょう。まず、はい、ここですね。無料カウンセリングっていうところをスタートします。髪の長さはどのぐらいですかって聞かれてますね。髪の長さは、私は、多分ミディアムですね。髪の硬さか、硬さね、普通だな。髪の太さは？髪の太さはね、普通。白髪の量は？白髪はない。半年以内の施術歴は？おしゃれ染めをしたね。半年以内に髪を染めたのは？美容室、自宅、両方。美容室。前回髪を染めたのは1ヶ月以内、1ヶ月3ヶ月。1ヶ月から3ヶ月ですね。なりたい髪質。私なりたい髪質ね、猫毛みたいな髪の毛になりたい。柔らかい、潤い、しっとり。はい、こんな感じでいきましょう。現在の髪色は？現在の髪色は、なんだろうこれ。茶でいいのかな？赤ではないな。茶。明るさ、とても暗い、暗い、明るい、とても明るい。まあ、明るいでいいや。出た、あなたのなりたい髪色は？こういう感じでね。なんかほらほら見て、あ、見えるかな。来た、あ、違う。こうやってピント合わせる人あんまいないよね。どうしたらいいんだろう、ここにピントが合わない。ん？あったあった合ってない。あれ？まあ、こういう感じでね、ちょっと本当にちゃんとピントが合わないって申し訳ないんですけど、ナチュラル、ベージュ、アッシュ、スモーク、マット、オリーブ、ピンク、ローズ、ダークという感じで色味が選べて、私はね、多分でもアッシュとかが好きなんですよ。私ってね、ブルベらしいんですよね。だからみんなに、ね、言われたんだよ。青っぽい黒みたいなのが似合うねって、紺みたいな。なので、この緑とか、このマットとか、オリーブ、アッシュ、その辺でいきたいと思います。ちょっと暗くしたい。もう私はもうひたすらもう暗く色を入れたいので、レベル、明るさレベルはもう 2.5 か3ぐらいでいいかな。まあでも、2.5 ぐらいでいいのかな。すごいよね。点5の部分まで選べるから。2.5 だ、うん、2.5 でいいな。これにしたいと思います。お、これでもう終わりだ。早い。すごい。なんかおしゃれ。めっちゃ。という感じで、私が選んだ髪の毛はね、もう、ちょっとこういう感じになりました。もう、ちょっとピントが合わないので、ちょっとスクリーンショットをこうやりますね。こういう感じで、これで注文がもう完成して、あと住所を入れて、頼むだけなので、実際に商品が届くのを待ちたいと思います。はい。なんと、たったの3日でですね、カラー剤が家に届きました。ありがとうございます。どんな感じで届いたかというと、マジすごいよ、見て、じゃーん、こんなおしゃれな感じに届いております。カラーとかトリートメントとかそういうのはもちろんなんだけど、あの手袋とかさ、自分家で染めるときさ、そういうのないじゃん、あんまり。コームとか
そのカラーを溶かす用の容器とか全部もうここに入ってるのってめちゃめちゃいいなと思いました。まずカップかな、これは。あ、すごいすごい、ペコペコペコみたいな感じで。え、ありがとう。え、ついてんのこれ。あれじゃん、これ多分あれだよね、かぶるんだよね、かぶって洋服汚れないみたいな。え、そんな親切なの。え、気持ち分かってくれてるわ。私本当にそういうのやんないからさ。すごい、素晴らしい。私よく学生の頃さ、家ですごい一人で染めてたんだけど、泡カラーみたいなやつ染めてたけどさ、もう耳真っ黒で次の日行ってたわ。これはね、イヤーキャップがついているということで、かなりしっかりとした状態で染められそうです。ありがとうございます。手袋を装着し、カラーベースとカラーディベロッパーをすべてトレイに出し、コームブラシで十分に混ぜ合わせます。はい、 OK です。よくさ、結構市販のもの買ったりとかすると、うわ薬剤足りないみたいなことが結構私もあるんだけど、そういう市販のもののやつの約2倍ぐらいの量が作れるそうなので、もう1回で安心してちゃんと作ることができるみたいです。すごくない？え、ほんとすごくない？何これ、超いいんだけど。こういう風になった状態のものをこれでコームで混ぜるのって、しっかり混ぜる。美容師こういう風にやってない？こうやって後ろでちょっと薬剤作ってきますねみたいな感じで言って、こうやって何混ぜてんだろうとか思って見てた、いつも。なんか匂いはね、すごい梨、洋梨というか爽やかな感じで、こうきつい匂いとかさ、するものあるじゃん、そういうの一切ない。すごくなんか鼻にもツンってこないし、はい、混ざったかな、大体。これね、なんかね、染める時間と置く時間っていうのが指定されて紙入ってるんだけど、私のは10分で塗って20分放置してくださいっていうカラーでした。これが多分髪の長さとか色とかによってちょっと変わってくるから、それは個人個人で違うと思うんだけど、じゃあ早速根元から塗っていきまーす。ではいきます。デコ広っ。ちょっと待って、そういう指摘ちょっと一旦やめよう、真剣だから。こっちはこうして、塗りやすみがすごい。はい、続いてさらに中間から毛先に向かっていきましょう。了解です。あ、櫛になってんのめっちゃいいね。それなりにの、あ、全く悪くありません。私の雑さがこういう結果を招いているだけであって、カラリスさんには何のね、責任もありませんので、私は小指でしっかりとすくっていきます。はい、 OK でーす、ね、10分で塗らないと他のところとのねムラができちゃうので、はい、こっちの後ろ髪の方もガンガンやっていきます。で、全体的にこうやって塗れたら、手で揉み込むように均一に伸ばしていくんだって。いや、これ本当忙しくて時間ない、お母さんとか私と同じようなズボラの子とかでも、これあれば美容院クオリティ全然出せるね。じゃあ20分置きたいと思います。はい、というわけでですね、今ね、流し終わって、ちょっとこれが乾かしていくところでございます。もうね、トリートメントの匂いがめっちゃ良かった。私の勝手な印象ね、こういうのについてくるトリートメントって、なんか、なんだろう、おまけ感というか、うん、そんなに良くないものみたいなイメージがあったんだけど、正直。こちらのトリートメントね、めちゃめちゃ良かった。本当にいい。普通にこのトリートメントだけ欲しい。ってことで、ちょっと乾かしていきますね。乾いていく感じとかもちょっと見せたいので。乾きましたー。
ゃない？はい、こっちの明かりにちょっと来たんだけど、低くない？めっちゃムラないんだけど。生え際もすごい綺麗だし、すごいいい感じに染まってるよ。めっちゃ超サラサラだし、薬もちょうどぴったりだったし。でも私のミディアムでちょうどぴったりでなくなるってことは、これ以上ちょっと長い人は自分をミディアムと思わずにロングで注文した方がいいのかもしれない。多分ね、その自分の量とかでちょっと見極めた方がいいかもね。ちょっとこれ本当マジでおすすめだから、無料カウンセリングだけでもね、タダでできるから、ちょっとやってみてほしい。気になった人は、少しでも気になった人はね。これ本当にいいと思うよ。本当におすすめ。今ね、コロナで、なかなかね、都内のいい美容院とか、わざわざ行くとかがめんどくさいし、危ないって思ってる人が多いと思うんですよ。なので、こうやって、カウンセリングを受けて、それ通りにこうやって送ってくれるっていうのは、しかも3日ぐらいで着くから、かなりいいと思う。へえ、またやろう。普通に。ちょっとうちのお母さんとか、マネージャーとかにもおすすめしたいと思います。ということで、みんなも気になったらね、ちょっと下の URL から概要欄に貼っておくので、URL 見てみてください。あーちゃんの美容系動画どうでしたか？わかりやすかったかな？本当にいいなと思ったものはね、私がこうやって紹介していくんで、ちょっとみんなでそういうの共有していこう。じゃあ、このサブチャンネルはこの辺でおしまいにします。また見てねー。バイバイ。